れたということで、実はここからですね、ちょっと Vlog を撮っていきたいなと思います。で今日は8月の29日の月曜日ですね。まあ本当にね、もう夏が終わって、なんかちょっとむしろ外肌寒いんでね、秋来てんじゃんみたいな感じで驚いているんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はというと、今日はね、岐阜の御嶽山までやってきまして、ちょっと登山をしてきました。で今回何やるかというとですね、8月に生放送、YouTube ライブですね、 YouTube ライブやったんですけれども、その中でね、いろいろお話ししたんですが、車の話ですね。はい、私は今スバルのフォレスターに乗っているんですけれども、実はですね、その車をちょっと買い替えるかもしれないみたいなことをね、その YouTube ライブでお話ししてたんですね。でまあ正直なところ、乗り換えようとは思ってるんだけど、まだすぐには考えてないようぐらいで、いたんですが、なんとあの放送の後すぐにですね、私がなんとなくこういう車がいいなーって思ってた車が、ドンピシャで見つかってしまいまして、あの放送の2日後の月曜日かな、月曜日だったかな、に、買ってきました。いや、我ながらですね、なかなか決断が早いなと思う反面、本当に考えて買ったのが大丈夫かなっていうのも、ちょっとね、自分でそんな風にもやったりはしてるんですけれども、ただ、新しい車のことを考えると、やっぱりね、なかなか楽しそうだなということで、結果的には今のところはね、良かったかなというふうに思っています。で、今回はですね、新しい車は来るんですけれども、この今乗っているスバルフォレスターですね、この子は本当に私の YouTube チャンネルが開設された当初からね、ずっとこう私を山に連れてって頑張ってくれてた子なので、ちょっと最後にね、いろいろと紹介しようかなというふうに思います。あんまり興味ない方多いかなとも思うんですが、一つね、記録として残しておきたいなということで、ちょっと動画を撮っておる次第です。ということで、じゃあ今のフォレスターの現状と、あと、その今のコンディションで果たしてどれぐらいの金額で売れたのか、今回この車も下取りに出しますので、もう査定の方とかしていただいてね、値段が出ています。現状のコンディションから、だいたいこれぐらいの値段になりましたっていうのをね、お伝えしようかなというふうに思います。もしね、これから車買い替えようかなと思っている方の参考にね、少しでもなれば幸いかなというふうに思います。はい、ということで、これが私のフォレスターですね。年式はですね、2016年だったと思います。ちょっと、そこら辺は、車検証を見て字幕を入れておきます。で、外観とかはあんま良くないですね、もう。やっぱ傷はかなりついてます、正直。そこも山行くからね、傷つくのは分かってたんだけど、やっぱ紺色はね、傷が目立ちますね。はい、特に、このサイドとかね、あとはドアノブのとこ、このぐらいだったら消えるんですけど、もうめんどくさくて消してないです。はい、あと、ここちょっと錆び出ちゃってたりしますね。で、もう最近はあんまり、洗車もしなくなっちゃいましてですね、ちょっと汚いですね。はい、で、大きな傷はないかな。特にバゴッとへこんだりっていうことはないですね。はい、後ろも特にないかな。で、反対側もね、やっぱ傷ついてるんですよ。この辺とかもそうだし、なんか細かいの見れば見るほどついてるんですよね。磨けばね、多少綺麗になるかなと思うんですけど、これ多少ね、細かいのは仕方ないかなとは思います。はい、磨けば綺麗になるしね。で、前はですね、この辺も傷ついてますね。あとバンパーは1回変えてます。これ擦っちゃいまして、メルカリで同じフォレスターのバンパーを購入して、それに自分で付け替えました。はい、で、気になるところですね、この、わかりますか、アルミはいいんですけど、よく見たらこれね、今スタッドレス履いてるんですよ。実はですね、5月にスタッドレスから夏タイヤに変えたんですけど、その段階でちょっとね、夏タイヤの山が少なかったんですね。で、それで8月まで走ってたんですけど、もういよいよ山なくて、これ買い替えなきゃなと
まあ、買い替えなきゃなとなったんですが、まあ、タイヤも高いと、でしかも乗り換えも決まってしまったので、どうしようかなと思っ迷った挙句、じゃあ家にスタッドレスあったからもうスタッドレス履かせちゃおうということで、今応急処置的にねスタッドレスを履いているというような感じになります。まあ、これはこれでね多分多少値段はつくはず、去年買ったからねこれね。それはこれはまた取って、ノーマルタイヤに戻してですね、ノーマルホイールと、ノーマルタイヤに戻して、山のないね山のノーマルホイールと山のないタイヤに戻して、売却するかなと思います。で距離とか見ますか。で内装ですね、で中はねお世辞にも綺麗ではないんですよね。まあこんな感じ、あんまり見せるとゴミとか出ちゃうんでちょっと恥ずかしいので、ちょっとさらっとします。こんな感じでね、シートはあれです、合皮とあとファブリックですねなんですけど、この合皮がまた破きやすくてですね、見てくださいこれ、やっぱねダメなんですよ。使っていくうちにねどんどんこう亀裂が入っちゃって、でそこからどんどん広がっちゃって、ね、なかなかみすぼらしくなっちゃってます。で応急処置的にねこの同色っぽい、合皮を貼ってごまかしてたんですけど、それでももうね、広がっちゃいましたね。なかなか厳しいところではあります。で走行距離見ますか。現在の走行距離が13万9735キロですね。結構走りましたね。確かこの車を買った時、まあ、中古で買ったんですけど、4年前に中古で買った時に3万キロぐらいだったんですよ。でそっから4年で10万キロ走ってるから、まあ結構頑張ってくれたかなとは思ってます。で見てお分かりいただける通りですね、この方のフォレスターの前期型になるので、一応アイサイトはついてるんだけど、ハンドルの支援がないアイサイトなんですよ。なんでアクセル、まあ、スピードですね、前の車に追従とかしてくれるんだけど、ハンドルは運転手さんやってねっていう、そんなフォレスターになってます。ちょっとね今のフォレスターに比べると機能は少ないかなって感じですね。特に不具合ないです。エアコンも問題なく効くし、なんかどこか調子悪いってこともないんですよね。一応ナビは、前のオーナーがつけてくれたストラーダがついてますが、正直使い勝手はめちゃんこ悪いです。はい、これはね本当に取っ払いたいぐらいでしたね。というような私のフォレスターです。まあこんな具合でですね、私のフォレスターは4年ほど頑張ってくれたんですけれども、まあ、まだまだね走るとは思うんですけれども、一応来年の2月に車検なんですよ。で車検通した段階で多分14万キロ半ぐらい行ってて、じゃあそこからね2年乗るってなると多分結構17、8万キロぐらいまで行くじゃないですか。やっぱそうなるとね、ちょっと今ここらがね、ちょっと、買い替え時なのかなというふうに思って、まあ、前回いろいろね、ちょっと放送の方でもお話ししたというような感じになっています。まあ車が、まあ、今回ね、まさかの車が見つかったので乗り換えを決めたわけなんですけれども、じゃあその際の下取りのね、値段っていうのをね、簡単にお話ししようかなと思います。結論から言うと、このフォレスターに値段は、つきました。はい、まあ、最初は、やっぱ14万キロも行ってるから、値段つかないんじゃないかなと思ってたんですけれども、やっぱねさすが本当腐っても SUV って言い方はちょっとかわいそうなんですけれども、まあ、いくらついたかというと、なんと60万ですねつきました。だいたい60万か、だいたい60万つきましたね。はい、やっぱねこういった SUV って海外でも人気みたいで、本当に需要が高い車らしいんですね。国内マーケットでの需要というよりも、おそらく海外へ輸出した時の需要があるから、まあ、ある程度ね、販路を見つけやすいから、それなりに高く買い取れますよっていうことみたいです。まあ、万が一動かなくてもね、部品、使える部品だけ取ってね、海外に輸出する業者さんなんていうのもあるみたいなので、必ずしもこう、ね、価値がゼロというわけでは全くないそうです。まあ、これはやっぱりね SUV が非常に人気だからっていうのが、今回はたまたまねうまくできたのかなと思います。まあ、もしこれが仮にねなんかあまり需要がない車だとね、
大変だったのかもしれない。で、まあそんな感じでですね、一応新しい車は、間もなく来ます。中古でまた買ったので、多分納車はそこまで、遅くはならないって言ってました。確か9月の、中旬ぐらいには行けるんじゃないですかっておっしゃってましたので、多分そのぐらいにはまたね、車入れ替えってなるのかなと思います。まあ本当にね、4年間すごい頑張ってくれた、私のフォレスターですね。特に困ることもなかったですね。雪山に行くからっていうことで四駆を買ったんですけれども、雪道で困ることは何一つありませんでした。本当にやっぱスバルの四駆はね頼れるなというふうに思いましたね。まあ反面でじゃあ不満がないかというとそうではなくて、何が不満かというとですね、ちょっと普通すぎるというか、なんか優等生すぎる普通なんですよ本当に。運転してても正直楽しさもあんまないですよね。ちゃんと自分がね思った通り、加速してブレーキしてハンドル曲げてとかね、そういうのはねちゃんと答えてくれるんだけど、なんかそれ以上のものっていうのがなくて、ちょっとね、車としてはいいんですけれども、もうちょっと面白みがあったらよかったかなとは思いました。ただ私はちょっと変わり者の部類に入っているところがあるかなと思いますので、普通の方というかね、これから車買おうかなって思われている方で、特に、雪山登山とかね、スノースポーツされる方は、フォレスターとかね、スバルの車はおすすめじゃないかなというふうには思います。特に困ったこともなかったですし、多分きちんとね、メンテナンスすればより安心してね、お乗りいただけるかなと思います。もしよろしければね。私のちょっと小話的なところにはなってしまうんですけれども、アスバルの車について市川あんなこと言ってたからちょっと見てみようかなみたいにこうね、興味持っていただければ嬉しいかなと思います。ちなみに、次の車については、まだ秘密でいこうかなと思います。まあ正直なんですけれども、かなり変わった車ですね。私かれこれ車8台ぐらい乗ってきてるんですけれども、今までで一番変な車だなとは自分では思ってます。ただその変な部分っていうのが逆にちょっとかっこかわいくてですね、非常に我が家では好評です。まだ車が来てないんだけどね。ただいろいろやらなきゃいけないことっていうのが、ある車で、ちょっとね落ち着くまでは時間とお金がかかりそうだなっていう気はしますね。はい。まあそんな車が間もなくやってきますので、その様子もね動画でねご紹介していこうかなと思います。ということで、登山後に急遽 Vlog という形で、お話の方させていただきました。今回、フォレスター卒業ということでですね、皆さんご愛顧いただきありがとうございました。また次の車もやってきますので、その新しい車の方もね、市川同様に可愛がっていただけると幸いかなというふうに思います。まあ、皆さんもですね、この画面の向こうでフォレスターに対してお疲れ様と言っていただけるとね、この子も喜ぶんじゃないかなというふうに思います。ということで、今日の Vlog は車についてでした。またねそのうち Vlog 更新するんで、もしよろしければ、登山動画と一緒にお楽しみいただけると嬉しいかなというふうに思います。ではこれからね関西の方帰りたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。よし、俺さ帰ろう。